お待たせいたしました。ただいまから業行計3日目の記者会見を行います。はじめに宮内庁の直江行幸主務官から本日の業行計ご日程全般および明日のご予定についてご説明をお願いします。はい。本日は台風の影響もありまして好天時日程となりました。ですけれども夕方からは良い天気となっております。小雨の中あるいはですね、風の強い中にもかかわらず、大変多くの方々から褒撃をいただきました。また日程変更ということでですね、いろいろ変更がありましたけれども多くの方々のご協力によりましてですね、予定を終えることができたことに感謝申し上げたいと思います。今日の日程でございますが、午前中ですね、リーガロイヤルホテルを出まして、車で移動、お車でご移動なさりまして、宗像市の宗像ユリックスにおいて、第37回全国豊かな海づくり大会の式典行事にご臨席されました。そして、次にですね、車で移動されまして、宗像市の玄海ロイヤルホテルで関係者とご会食をされまして、その次が、本来であれば、大会会場歓迎行事ご臨席およびご放流でありましたが、好転ということでそちらが中止となりましたので直接、宗像市の、宗像大社に行かれまして、ご参拝そしてご視察をされました。ご視察の後宮司とのご懇談がございました。その後お車で移動されましてお泊まり所に入られたという日程でございます。明日でございますが、午前中に北九州市の北九州市エコタウンセンターにご視察に行かれます。そしてその後北九州市の北九州市役所におきまして地元関係者経営関係者等とのご会食、そして北九州空港からですね特別機において東京国際空港へ行かれまして夕刻に皇居に戻られるという予定でございます。以上でございます。続きまして小川福岡県知事から本日の行行計の概要および感想等について説明をお願いします。はい、ありがとうございます。天皇皇后両陛下におかれましては本日午前会場でございます宗像ユリックスにおきまして第37回全国豊かな海づくり大会福岡大会その式典にご臨席を賜りました。またその中で放流魚のお手渡しもいただいたところであります。式典におきましては地元の小学生による最優秀作文の発表でありますとか福岡海洋少年団3つの海の若手漁業者が行いました福岡海づくりメッセージというものを興味深くうなずきながらまた熱心にお聞きいただいたところでございます。そしてご退席の際に地元釣り川の源流に行ってみた様子が伝わってくるような最優秀作文を発表してもらいました地元宗像市統合小学校2年生の野田光輝君、彼の前で両陛下立ち止まられましてよく頑張りましたね源流はダイヤモンドみたいだったのというお言葉をおかけになりました。野田君の方からははいそうですそういうそれに応じる場面を見ておりましてそのやり取りを聞いておりまして両陛下のとても優しいお気持ちがお子さんに対する優しさそれが私に伝わってきたところであります。ご退席の後両陛下の方から私の方にこの大会につきまして、3つありました。素晴らしいとても良い式典でありました。2番目はお子さんの作文はしっかりしていて大変良かったですねと。そして3番目最後は、各地に後を継がれる若い漁業者が出てきているということは大変心強いことですねと。この3点について感想をいただいたところであります。式典の後にその後ここ福岡県が全国有数の漁獲量を誇っておりますトラフグ、マダイなどの放流魚に
についてご紹介をし、ご覧をいただいたわけであります。両陛下には大変ご興味深いご様子で、随所にご質問をいただきました。マダイをご覧の際には、作文で、前の日、絵画コンクールで見た鯛は赤かったんだけども、ここにあるやつは赤くないんだけど、どうして赤くなるんですかというご家紋がありまして、私どもの福岡県の水産海洋技術センターの所長の方から、エビやカニ、赤いものを食べたくさん食べると赤くなるんですと、そういうご説明をさせていただいたところであります。また、天皇陛下が、私どもが放流魚にしております、淡水魚でありますオイカ、そこの前で説明をしたところ、天皇陛下の方から、オイカは関東では山辺というんだよと、皇后陛下にご説明をされてたのを横で聞いておりました。その後、予定では、金崎漁港で海上歓迎をご覧いただくとともに、稚魚の放流を行っていただく予定でございましたけれども、台風の影響でこれを中止させていただいたわけであります。で、予定にしておりました、750年前から続いております、宗像大社の神事であります、御荒祭、これをイメージさせるような100隻、約100隻の漁船による勇壮な姿というものをご覧いただき、またトラフグ、マダイを放流していただくことを、私自身、また地元の方々とともに、とても楽しみにしておったわけでございます。地元漁業者をはじめ、多くの関係の皆さんが準備に非常に余念がなかっただけに、残念でございました。午後は、この7月に世界文化遺産に登録をされました神宿る島、宗像沖ノ島と関連産群の構成資産の一つであり、皇后陛下が先日のお誕生日の際に明らかにされておりましたけれども、今回の訪問を楽しみにされておられました宗像大社、そのご訪問をいただいたわけでございます。大社におきましては、本殿でのご参拝をいただいた後、沖ノ島で出土した鏡、玉類など、国宝をご覧をいただきました。両陛下におかれましては、宮司の説明に耳を傾けながら、熱心にご覧をいただき、質問もしていただいたわけでございます。本日も風が強く、時折雨が降る中、またその後、天気が良くなってきたわけですが、そういう中にありまして、2万3000人を超える大勢の方々に捧迎をいただいたわけであります。昨日記者会見の後に、起こりました出来事ということで、昨日の夜でございますが、レセプションで全国豊か海づくり大会の絵画、習字の優秀作品をご覧いただきました。また天皇皇后両陛下におかれましては、作品をご覧になりながら、受賞者一人一人に、子どもたちに、とても生き生きとした絵ですね、波がよく表現できてますね、力強い文字ですね、迫力があっていいですね、そういった優しいお声がけをしていただきました。また、失礼しました、さっきのやつは歓迎レセプションの前に、絵画と習字の優秀作品をご覧になっていただきまして、レセプションにおきましては、今日メッセージを発表いただきました若手漁業者など、多くの漁業関係の皆様とご懇談をいただきました。海の環境についてご心配をされているご様子でございまして、魚は減っていませんか、気候の影響は大変でしょうが、頑張ってください、そういったお言葉や、有明海でアサリが増えているとの話をお聞きになり、良くなってきたというのは大変喜ばしいことですねと、そういった励ましの言葉もいただいたところでございます。昨日、こうして陛下と親しく交流ができた皆さんは、大変これからの励みになったと思っております。いよいよ福岡県の行幸啓も明日までとなりました。両陛下にとりまして、思い出深い日となりますよう、心から願っているところでございます。私からは以上でございます。続きまして、宮内庁の川南侍従から、本日の両陛下のご様子およびご感想についてご説明をお願いします。私からは今日の両陛下のご様子ということについて1点ご紹介をさせていただければと思います。今知事さんからもお話ありました通り、今日は天候の関係で
海上歓迎行事とご放流の行事が、まあ、取りやめというか中止になったということでございましたけれども、今日、お昼 の会食の会場が金崎の港の近くのホテルでございまして、そこ のいわゆるご休所というかお休みいただいている部屋からですね、金崎の港がとってもよく見えておりまして、それをご覧いただきました。ちょうどご覧いただいた時間は青空もやや広がっておりまして、まあ、ただ海上には白い波が立っているのが遠くからも見えているそういう状態でありましたけれども、漁船のパレードなどを行われていたらさぞ見事であったであろうと、そういうお話を交わされておりました。まあ、合わせましていろいろ準備をされていたその放流行事関係、あるいは会場での歓迎行事関係で準備をされていた方は本当に残念だったろうなというようなことをお会話になるとともにですね、まあ、一方で万が一その天候の関係で大事が起きた事故が起きたらというようなことを考えると、やっぱりいい判断だったんではないかと、そういう話もなさっておられました。今日のご様子として以上ご紹介したいと思います。それでは質疑応答に入ります。ご質問を希望される社にはマイクをお持ちいたしますので、社名とお名前をおっしゃっていただいてからご質問をお願いします。どなたかございますか。あ、どうぞ。まず川南侍従にお伺いいたします。宗像大社でのご参拝の様子を私たちは見ることがかなわなかったんですけれども、その時の両陛下のですね、所作とまた参拝の時のご様子についてご紹介ください。はい。所作といいますと、まあ、いつもの通りということに尽きてしまうんですけれども、まさに普段さまざまなところでご拝礼なさっている通りですね、両陛下とも大変心を込めてご拝礼なさっているというふうに拝見をしていたところでございます。手順としてではしてはですね、神社の方からまず陛下の場合は侍従長が玉串をお受け取りになって、それを陛下がお受け取りになって玉串捧げて拝礼されて、また侍従お戻しになって、それが皇后様の場合に女官長とのやり取りになるという、そういう理解でよろしいでしょうか。はい、結構です。あとですね、県知事にお伺いします。はい。先ほどご紹介いただいた優秀作品のお子様へのお声かけで、はい、よく頑張りましたねというのと、はい、源流はダイヤモンドみたいだったのというやり取りですが、こちらはそれぞれどちらからのお言葉だったでしょうか。皇后陛下でございます。あともう一点すいません、県知事にお伺いします。お手渡しの場面でですね、こちらからお見受けしていて、その誘導の際にこう腕を取ってご案内されているような様子をお見受けしたんですが、あの時はどのようなやり取りがあったんでしょうか。私はあの後お召し物に触れて申し訳なかったと、終わった後お詫び申し上げたんですが、誘導していく時にまっすぐ私の方に来ていただこうと思ってご案内したつもりでやったんですけど、触れてしまってお詫びしたところであります。よろけるとかそういうことは全くありませんでした。普通に歩いておられたんですが。次よろしいですか。じゃあどうぞ。会食での関係者とのやり取りでご紹介いただけるものがあればもう少し詳しくします。どなたへのご質問でしょうか。知事です。どこまでお話していいか分かりませんが、話題として私が印象深かったのを申し上げますと、最近海のが非常に汚れてきているといいますか、いろんな漂着物が海に流れ着いたりしている、その中にプラスチック類のいろんなものが漂着をしているというのが前々からあるわけでございますけれども、
最近のプラスチックが海を流れている間にですね、いろいろ分解されてマイクロプラスチックということで小さなプラスチックになって、それを魚類とかが食べると、でそれをまた大きな魚が食べるとかですね、そういう意味で生物の中に摂取されていくという、それが今大きな問題になっているわけでございますが、そのことについて皇后陛下からそういうのは懸念されますねということをおっしゃって、環境大臣の方から技術開発をしっかりやっていくということと合わせて根っこから上流の部分で立つことが必要であって、そういうものを出さない流さないと、そういったことから両方からやっていか、両方取り組んでいく必要があるということでお答えをなされておりました。あとは当地のいろんなお魚の、についてのやり取りがいろいろありました。はい、次他にどなたかいらっしゃいますか。あ、どうぞ。お疲れ様でした。先ほど知事から少しご紹介いただいたところであるんですけれども、式典の最後、はけられるときにですね、はい、お声掛けがあったと思うんですけれども、あれはご予定にはなかったところでという感じなんですけど、どういった流れであそこにお声掛けされたのか。私が先導させていただいてご退席をなさったわけでございますが、その会場を後にして控え室に、ご先導している際にですね、両陛下から先ほど申し上げましたような大会についての印象3点、コメントをいただいた、そういうことですか。じゃなくてステージ上で作文の発表、あ、子どもの方ですか。すみません、すみません、そちら、はい、すみません、もちろん。お声掛けは、はい、どういった経緯、あるいは予定にそもそもあったんですか。予定には確たるところはなかったわけですけれども、よく去年、私、山形県に次回開催権ということで参加をさせていただいた際、私の横に優秀作文の表彰されたお子さんが座っておられて、その方の、そのお子さんのところに、立ち寄られたという姿をお見かけをしておりました。ですからそういうことはあるのかもしれないなと思ってはおりましたけれども、皇后陛下が先に寄られて、その後陛下が、そばに寄られてですね、二人で優しくお声掛けをされておりました。はい、じゃあその後ろの方。今の最後 の、 式典の終了の時にお声掛けされるというのは、総務課長か侍従川南さんに伺いたいんですけれども、これは行事として定まっているものではないけれども、大概毎年のようにお声はかけられているということで認識はよろしいでしょうか。いや、私は去年の経験しかないから、それ以上申し上げられませんが、私も承知している限りでは声をかけられているのがもうの時の方が多いんじゃないかという印象でございます。はい、他にどなたか。あ、まあ、一番前の方。川南侍従にお伺いいたします。今日の会場歓迎の行事の中止ということを両陛下にお伝えになったタイミングはいつであるのかということと、あと宮司さんとのご懇談があったかと思うんですけれども、その際、まあ、両陛下は皇太子ご夫妻時代にも訪れられていると思うんですが、まあ、具体的にどういった話があったのか、ご感想とかもしあればお聞かせ願いますか。まず私の方から、いや、あ、はいはい、どうぞお答えしてですね、私の方で最終的にその午後の行事についてどうするかという判断をさせていただきまして、大島会長ともご相談して決めたわけであります。それで私どもは6時過ぎにそれを決めてご連絡をしたわけでございます。その後は、はい、今まさに知事さんがおっしゃられた経緯の
後に宮内庁サイドに連絡が参りまして、両陛下には今朝おおむね7時頃だったと思います、お伝えをさせていただきました。それから2点目のご質問ですが、例のごとく宮司さんしか中に入っておりませんので、中身はちょっと分かりません。はい、他にどなたかございますか。よろしいでしょうか。じゃあ、はい。これ課長にお伺いするのかと思うんですが、宗像大社の候補の方が在位している天皇で宗像大社を参拝したのは初めてだっていうふうにお話しあったんですが、それで間違いは。これ我々も宗像大社の方からそういう話をお聞きしましたけれども、その裏からのチェックっていうのはしておりません。過去古い歴史の中で何があったかっていうのはさすがによくわからないんですけれども、そういう話を宗像大社の宮司さんほかがされていたのは私もお話を伺ったことがございます。よろしいですか。知事にお伺いします、はい、ご会食のですね、内容として、内容を紙でいただく場合もあるんですけれども、今回のご会食の中で例えばその福岡の中で特に力を入れていらっしゃる特産物とかそういったものも、両陛下お召し上がりになったんでしょうか。そのお昼のやつは、お昼は宮内庁のサイドで、はい、お商売に扱われました。よろしいでしょうか。はい、それでは、これをもちまして本日の記者会見を終了いたします。ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。